突然ですが、皆さんは、あなたはアップル信者ですか？私はアップル信者です。外国の方にも一応言っておきます。You are Apple for us? Oh, me too. DP メインチャンネル DP へようこそ。そしてレイム、ペト、ママちゃんでーす。はい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 、久しぶりにね、この三人トリオが来ましたよー。ねえ、うん、いやー、久しぶりだね、会うの。めちゃくちゃ久しぶりだよね。うん、本当に久しぶりなんですよ。うん、いや、本当ね、会うの多分1年ぶりくらいかな。だいたい1年と2ヶ月くらいだね。あー、そんくらいなんだ。うん、まあそんなくらいなんですね、私とレイムは。はい、今回はですね、あのレイムとテトとモモとね、一緒にアップルのことについて4分間だけ話していきたいと思います。本当はね、4時間くらいは。それでは早速行っていきましょう。はい、ということでね、早速教えていきたいと思います。レイムさんも一緒にやっていきましょう。はいよー。はい。まずね、アップルっていうのは、まあ、英語で書きますと、ちょっとね、字はちょっと聞けてないんですけど、すいませんね。ちょっとね、これが縦なんで書くのがちょっと汚いと思うんですけど、はい。こちらですね。APPLE。はい。こちらでアップルと読みます。はい。で、まあね、最近っていうかね、まあなかなかね、アップルと同じようにね、並行してきたものが Android とかね、そういう Windows 系だったりしますよね。はい。で、ね、アップルの中でもめちゃくちゃ有名なのが、レイムさん、何ですか？iPhone だね。そうですよね。はい。で、iPhone にはですね、全部で33種類の、ものがあるんですね。はい。ちょっとここ黒で書きますね。はい。iPhone ね。はい。iPhone は、33種類あります。はい。33種類。覚えてくださいね。ではね、ちょっとレイムさん、ちょっと、言っていただけますか？はい。初代のものから最新のやつまで。はい。それでは、レイムさん、いい？遠慮しときます。いい？お願い。OK、センキュー。それではレイムさん、お願いいたします。 iPhone 3g、 iPhone 3g、 iPhone 4g、 iPhone 4g、 iPhone 5g、 iPhone 5g、 iPhone 5g、 iPhone 6g、 iPhone 6g、 プルシフォン 6g、 iPhone 6s、 プルシフォン S4、 iPhone 7、 iPhone 7、 プルシフォン 8、 iPhone 8、 プルシフォン 10、 iPhone 10s、 iPhone 10s、 マキシフォン 10R、 iPhone 11、 iPhone 11、 プロ iPhone 11、 PRO、 マキシフォン S、 第2世代、 iPhone 12、 ミニフォン 12、 iPhone 12、 プロ iPhone 12、 PRO、 マキシフォン13、 ミニフォン 13、 iPhone 13、 プロ iPhone 13、 PRO、 マキシフォン S、 第3世代。はい、よく言えたね。はい、まあ、こういう感じなんですね。はい。で、そうですね。さっきね、レイムさんが最初に言った通りに、まあ、iPhone の初代は、まあ、3G というね、まあ、ものなんですけども、まあ、この 3G から、まあ、今はね、まあ、iPhone、ごめんなさいね。ちょっとすいませんね。iPhone 13 Pro Max ですね。はい。ね、Max までとなっております。はい。で、ここからとここまでは、まあね、こういう感じにかけ離れてますよね。はい。で、まあ、どうして最初は 3G かっていうと、その最初の時が、まあ、3G のね、まあ、そういう通信機器が 3G だったので、まあ、3G ってね、感じになってます。はい。で、私がですね、今使っているのはこちら、iPhone 12 mini です。はい。で、どうしてね、mini なのって思ったかと思いますよね。はい。私ね、見てこれ。これがちょうどいいの。うん。これが一番やりやすい。日本人向け。うん。でもね、うん。やっぱね、自分に合ったものが、やっぱ使いやすいと思います。はい。なんで私はね、ミニを選びました。はい。ミニでもめちゃくちゃ性能いいです。はい。はい。それでね、アップルの中でもめちゃくちゃ有名な人といえば何ですか？レイムさん、お答えください。スティーブ・ジョブズ。はい。スティーブ・ジョブズですよね。皆さん、これね、ほぼほぼ知ってると思います。はい。スティーブ・ジョブズ。はい。こちらですね。はい。ですが、スティーブ・ジョブズさんはですね、まあ、2011年にちょっと残念ながら他界してるんですけども、で、今は、はい。今の CEO は誰なんだよってね、話なんですけど、まあ、ちなみにスティーブ・ジョブズは、まあ、CEO でもあり、まあ、創設者でもあるんですよ。はい、創設者。はい。まあ、創設者ですね。で、そして今の、その CEO を務めてるのが、まあ、ティム・クックというね、はい、ティム・クックというね、人なんですけども、まあ、ティム・クックさんが、まあ、今のところね、CEO 現役で務めてるって感じです。まあ、これはね、絶対に覚えておいてください。はい、で、まあ、スティーブ・ジョブズは、まあ、覚えた方がいいのかな？うん。覚えておいた方がいいけど、うん。まあ、でもできると覚えとけって感じですかね。うん。まあ、ぜひこちらの方覚えておいてください。で、あとね、まあ、私はですね、まあ、相当なアップル信者なので、本当に身の回りにあるものすべてアップルです。はい。本当にアップルですよ。うん。まあ、私がね、いつも編集してるのは、まあ、MacBook Pro の13インチの、まあ、2021年モデルですね。はい。で、ちょっとここに手持ちに持ってこようか。うん。で、ちょっとここに行きます。せーのせーで、ほっ！はい、来ましたね。こちらが、まあ、私の今の編集のやつですね。はい。これめちゃくちゃ使いやすいです。はい。で、これは本当にね、めちゃくちゃ使いやすくて、本当にこれは最高です。はい。本当ね、Mac はすごいです。これしか言いようがありません。
まあね、あとなんですけども、まあそれね、Apple は、まあ、iPhone 以外にも、あとね、iPad。はい。iPad とか、あとはもうね、ちょっともう生産終了しちゃったんだけど、iPod っていうね、やつとか、音楽プレイヤーのやつとかあったり、あとは、iMac とかね。はい。まあ、MacBook Pro 系じゃないんですよ。はい、MacBook Pro はノートパソコン的なやつなんですけど、これはデスクトップ的な。はい。さらに iMac よりも上のやつがいて、それが iMac Pro つって、まあ、デスクトップの領域を超えてるのが iMac Pro って感じですね。本当に、ここら辺は覚えておいてください。あとね、まあ、あと本当にもう、ホームポッド C とか、はい。はい、本当そういうのがあったり、はい。本当にね、ぜひ、こういう感じなので、はい。ぜひね、皆さん覚えて帰ってください。まあ、ちょっとこれね、4分くらいなんですけど、あともうちょっとで終わっちゃうんですけども、まあ、Apple はね、はい、Apple は本当に、まあ、まあ、もちろんね、悪いところもあります。はい。本当ね、だって、Android さんのもね、ところもめっちゃいいところあるのし、うん。そしてもちろん Apple もね、全部これ一発でめっちゃいいところもあるので、まあね、こういう感じですね。うん。なのでね、なんか、最近Apple 信者と Android 信者がね、戦ってるっていうね、ことも最近耳にしますけど、まあ、別に戦わなくてよくねってね、こっちは思ってます。はい。もう別にね、もう平和でいいじゃないですかってね、もう人の意見が違うんだからって、私は思ってます。はい。それでは、今回の講習を終わりにしたいと思います。ちょっとね、めっちゃぐちゃぐちゃだね。うん。それではね、皆さん、じゃんけんタイムに行きましょう。デミさんやりますよ。せーの。リピリピじゃんけん、リピじゃんけん。リピはチョキを出しました。勝ったかな？負けたかな？ハバナイスデイ。